皆さんこんにちは、スピリチュアルカウンセラーの片山田塚です。今日は初めてなんですが、スピリチュアルカウンセリングを直接来店してね、受けてくださった方が最後感想を言っていただいて、この YouTube にも、まあ、お顔はモザイクをかけるんですが、姿を見せてもいいですという方がいらっしゃったので、ぜひ皆様にとって何かの生きるヒント、力になったらいいなと思ってお話を少し聞かせていただきました。タイトルにもあったように、このお客様は生きる気力がなくなってどうしていいかわからない時に私と出会ったようです。それではご紹介しましょう。ご覧ください。今日はありがとうございました。まずはじめに、今日を私のねカウンセリングを受けたいと思った思い、どうして来ようと思ったかって聞いてもいいですか？はい、まあすごく毎日のようにこううじうじ悩んでる時に、たまたまタズさんの YouTube がおすすめに出てきて、でそれを拝見した時に興味を持って、まあ、ホームページを調べて、はい、で LINE 登録して、うん、で翌日朝起きた時に、たまたま今日の11時からカウンセリングの予約受け付けますとなってたので、まあどうせ人気の先生だろうし11時と同時に LINE を送らせてもらったら、この日大丈夫ですかっていうなんか返事が来て、うん、でまあこれがチャンスだなと思って、うん、もう今ね自分今の僕をこう作ってくれるのってもうタズさんしかいないんだろうなっていう思いで、はい、はい、ありがとうね。でじゃあ行こうと思って今日当日が来たじゃないですか、はい、朝からで向かってる最中の気持ちはどうでしたか？まあこれがあれなんですよね、僕めったに電車乗らないんですけど、なんとなく、早く出た方がいいなと思って、なんで予定よりも1時間ぐらい早く出たんです。あ、そうなの？そしたら電車が途中で止まって、うん、遅延になって10分ぐらい遅延になったのかな。すごい、はい、そうなの、初めて聞いた。なんです、ね、まあなんかこれもなんかあるんだろうな。緊張した？でも、あ、緊張、そうですね、緊張もしましたし、うん、あとは電車の中でなんかこうなんだろう、タズさんに会えるっていうのと、こういう話をしようって思ってるので、うん、もう電車の中でも何回も泣きそうになって。ああ、そうなの、はい、涙が取れるのはすごい大変、うんうん、実際にじゃあお店に着きました、うん、私がね、じゃあカウンセリングルームにお入りくださいって言った時の、まず第一印象、私を見てなんか感じたとか、なんか思ったとかって思いってありますか？ずっと YouTube で見てるから、うんうんうん、なんか芸能人に会ってる本当ああ、タズさん大したことないんだけど、みんなそう言ってるんだよねあ、そうなんだ、はい、それは嬉しかった。いや、嬉しかったです。嬉しいな、はい、そしてじゃあカウンセリング始まって、はい、なんか自分のさ、はい、悩みの詳しい話はしないけど、はい、私にこうやって言って、はい、だってどういうカウンセリングになるかは、はい、やっぱ分かんないじゃない、はい、いろいろ YouTube で見てても詳しく分かんないけど、言いながら進めていきながら、どんな気持ちだったんだろう、じゃあ実際にカウンセリングがスタートしていきました、うんうん、どんな感じでした？なんだろう、明るい方へ、うん、なんだろう、一人だと暗い方ばかりの考えだったんですけど、タズ、うんうん、さんにこうカウンセリングしてもらうと、明るい方のなんだろう、なんだろう、こうした方がいいとか、うんうん、こうしようとか、そういう発想がどん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 出てきた。で、その中に心がね、今もさっきもさ、電車の中でもう何度も泣きそうになりましたとか、もうタズさんしかもういないんじゃないかとかっていう気持ちになったりとかして、うん、で自分の人生がすごい結構暗くネガティブに考えちゃうところがあったじゃない、はい、で私は途中でヒーリングをしたじゃないですか、はい、ヒーリングやってもらってる最中ってあれどんな感じでした？うん、その時なんか途中までは、うん、なんだろう、ただただこうなんだろう、不安とかの涙だったんですけど、うんうん、やっていくうちになんだろう、希望というか、ああそうだった、はい、うんうん、でこうなんだろう、まだまだやれることってまだまだあるよなって、うんうん、それをやらずに逃げようとしてた自分が情けないみたいな。おお、うん、かっこいい。でヒーリングが全部終わって、はい、その気持ちで終わったような感じ。そうですね、うん、
で最後いろいろなさらに相談の話を受けて、はい、私がアドバイスとかしたじゃないですか、はい、今日ひっくるめて、はい、今日まずスピリチュアルカウンセリングを私の受けてよかったですか？よかったです。本当に来てよかった嬉しいです、はい、そして今の思いはどうでしょうか？そうですね、もうせっかくなんだろう、こうすっきりしたし、うん、パワーもなんかいただいたような、すごくこうなんだろう、体も熱くなってやる気になったんで、うん、もうこれからも前向いて頑張るしかないなっていう、うん、嬉しいね。今さ、やる気になったって言ってたけどさ、今日ちょろっとお話をすると、はい、今日の一番初めの相談内容って、はい、生きる気力がもうないですとかって言ってたじゃない、はい、その人が今おっしゃった、はい、なんかもうやる気を出してこうやってやるしかないなって思う気持ちに、今日のカウンセリングって1時間半だったじゃないですか。この1時間半の中で生きる気力もないと言った人が頑張ってやってみようと思った、この変化の、自分の心の変化を見ても驚きなんだろうか、 どんな感じなんだろう。いや、驚きです、うん、なんか今こうやってすごい、最初目も見れなかったんですけど、うんうんうん、今すごいなんかしっかりとタズさんと目見て話せてる自分もなんかすごいなって思うし、うん、最初本当に目見るのもなんかちょっとね、いろんな思いがあるよね。そうですね、うんうん、電車の中でさ、涙が出てとか、うん、実際にさ、よく感想だったりとかお手紙だったりとかで、はい、みんながすごい良かったですとか、タズさんとかっていうのを見たこともあるじゃない、はい、でも自分が1時間半で本当にこの感情に今日なるのかってどう想像してましたか？いや、もう僕もお手紙書こう、書いたらお手紙書こうって、もう、そうなの、はい、受けてる時から、うん、はい、思ってましたね、うん、はい、それはじゃあ自分が本当にこうやって変われるだろうと想像はしてましたか？でも自分はちょっと難しいかなと思ってました。あ、自分が変われるか、そうそうそう、この1時間半のカウンセリングの中でここまでの感情になると思ってましたか？はい、いや、全然思ってなかったです、来るまでは、うんうんうん、でもなんかね、最初にもお伝えしましたけど、もう最後だと思って、うん、たくさんにもう、そうだよね、生きる気力もうないですって言ってさ、私だって涙ぐみますよねああ、そんな人が本当に最後、なんかもう最後タスさんしかいないと思いましたって言ってくださったじゃない、すごいプレッシャーと思っていや、でも冗談ですよ、あの、絶対救おうと思いながら一生懸命やって、それが最後にね、そういう言葉をいただけて、私もすごい嬉しいです。じゃあ、まあ、今回ね、こうやって YouTube でお話をさ、あの、お聞きして、皆さんの前でこうやってお話をしているんですが、この YouTube 見てね、あの、今も皆さんがいろんな悩みを抱えていらっしゃると思うんだよね。何か見てる方々に、これからタスさんに会う人だったりとか、今なんか自分自身がモヤモヤしてる人に対してとか、はい、一言でもいいか、何か私にあった、はい、何か一言って言ったら何を伝えたいだろう？ああ、もうなんか体験しないとわからないと思うんで、はい、あって、うん、体験しないとわからないと思うんで、うん、まあ、僕の場合はもうあまり何も考えず、うんうん、とにかくもう田さんしかいないって思いできたんで、うん、それで、ね、最初死にたいと思ってたら、うん、こんな感じなんで、うん、本当、うん、あの、来てみればわかるんじゃないそっか、嬉しい。つうか、もう初め今日会った時そんなさ、もう笑わずにさ本当に沈んでたよ ね、 そうですね。なんか帰りこうやって笑顔で、だって今ご自身でも言ったから言っちゃうけど、本当にもう私は死にたいですとかっておっしゃったじゃないもうなんか生きる気力がないって、その方がそんなに笑ってね、最後こうやってお話をできるっていうことが、本当に私も今日お会いできてよかったなと思うし、なんかこれをさ、見てる方々もなんかやっぱり YouTube の私のタズさん像って多分あって、でも実際あったらどうなんだろうって、多分これから受ける方も、これから依頼しようと思ってる方も、ドキドキする気持ちとか、なんかいろんなイメージがこうやって湧いてくると思うんだよね、はい、でもこの一言が何か皆様のね、背中を押せたらいいなと思います、うん、今日はありがとうございました。頑張ってね、応援してますから、はい、ではありがとうございます。その方は今日カウンセリングした方なんですが、1月に予約を入れた方なんですね。で、明日予約を取りますと連絡が入った時に、なんか運命だと思いませんか？もし時期がずれて予約取りたいなと思っても、なかなか予約が取れなかったとしたら、流れが変わったのかなと思ったりもします。彼があって生きる力がなくなった時に私を探して、もしかしたらと、本当に最後の神頼み、
最後の携さん頼みのような、なんか本当にそんな思いで、最後この人に話を聞いてもらってから自分のこれからのことを考えようと思ったみたいです。なので初めね、お会いした時には本当にもうものすごいネガティブだったので、でその相談も受けて、私は心がわかるので、本当にこのままだったら彼は自ら命を絶つだろうと本当に思いました。絶対私が救うと、毎回私はどんな人のどんな相談であろうと、どなたでも私は毎回本気です、でも彼を今本当に救わなければと思い、一生懸命お話も聞いて、そしてヒーリングをしたら、本当にね、ヒーリング終わった時にどうですかって言ったら、あんなに生きる気力がもうないですと、どうしていいかもうわからないですと言った彼が、俺頑張ってみようと思いますって、逃げる気持ちでまだやることがあるのに、できることがあるのに、俺逃げてたって今気づきましたって、やってみます、たっさん本当に今日は受けてよかったですって、私がカウンセリングした時にも力強くお話ししてくださって、来た時とは1時間半のカウンセリングですよ、全然本当は時間が足りないの、それなのに1時間半で彼はしっかり向き合ってくださって、本気で立ち上がろうと思ってくださって、私も本気です、でも本人が本気でなければ私の力だけではダメなんです。彼がさらに私の思いとヒーリングと言葉と全部、ご自身の今までの過去、今の思い全部合わせて、彼は前を向いてくれたんです。もうすっごく嬉しくって、その声を皆様に少しでもいいから届けたいと思って、終わった時に少しでも声を聞かせてもらえませんかって言ったら、快く受けてくださって、すっごくありがたかったです。彼は最後本当にね、ニコニコして元気に帰っていかれました。俺タッサンやってみるよって、最後お見送りをするんですけど、本当にもう最後もね、ビデオに撮りたかったぐらいです。すごく清々しい気持ちで、でもこれからご自身の努力でいろいろな形ができていくし、まだ未来どうなるかってまだ確定してないじゃないですか、不安もあったでしょう。でもそれでもタッサン俺やってみるよって、その一言がね、本当に素晴らしいと思ったし、人ってこの一つの心だけでも人生を大きく大きく変えるなと思って、その方もすごく嬉しかったでしょう。こんなに今日のこのスピリチュアルカウンセリングでこんなに自分が変わるとびっくりしたと思うんだけど、そして勇気をもらって元気になったと思うんだけど、毎回言うんですが、その姿を見て私もものすごく感動したし、私も精一杯生きていかなきゃなと、実は同い年だったんです。もうそれがまた嬉しくってね、本当に全てやっぱりご縁だなと思ったし、彼が本当にね、もうこれを最後に自分で決断しようと思ってましたって、それはこれで自分がもう死のうと思ったら死ぬ覚悟でも来ましたということだったんですよ。彼の未来は開けます、でも簡単ではないでしょう。これからもずっと応援してますよ。今日はご協力いただいてすごく嬉しかったです。皆様がね、何かそのお話ししてくださった思いとか姿とか、お顔は見えないようにしましたが、言霊から何かその雰囲気から感じてくださった方が絶対いるはずです。ありがとうございました。そして今ご覧になっている方々の中にも、どうやって生きていこうとかいろんなことを思って辛い方が多くいらっしゃいますよね。でもスピリチュアルカウンセリングを受けるタイミングも全てご縁で、全て意味あるタイミングだと私は思っています。なかなか予約が取れない現状です。皆様のことずっと応援してますから、そのお会いできるタイミングを楽しみにしていますし、前進できるきっかけにしましょう。でも今お伝えしておきます。
私と会った時がスタートではないんです。今からです。私と会う前から感謝を探し続けてください。必ず自分は這い上がると乗り越えると信じて、今できる笑顔と感謝を忘れないでいてください。それが自分の力になり、何か前進するきっかけを、私とお会いする前に何かが少しでも半歩でも前進できると思います。私と会った時からがスタートと言ったら時間がもったいないです。ご自身でできることもたくさんあるはずです。ぜひ私の動画も力にしてください。私は皆さんが元気になるようにと、幸せになるようにと、そういう思いでいつもいろんなお話をさせていただいております。そして最後のお知らせです。以前からね、お話をしておりましたパワーチャージのイベントについてなんですが、パワーチャージのイベントをする際に参加する方はエナジーカードというものを購入していただいてるんですね、2枚。それがもうパワーチャージのイベントを一気に1年間予約が入ったので、すごい人数なんですよ。これ本当にトータルすごい人数なんですね。そうするとそのエナジーカードをくださいと、買いたいですという方も当然なんですが、1年後でも参加する方々が購入してしまうと、一気にカードが品薄状態になってしまったので、 2,3 ヶ月後にはまた多く再入荷できるんですが、今数が少なくなってきてしまっているので、3月4月にパワーチャージのイベントに参加する方を優先してエナジーカードを購入できるようにします。なのでネットショップでそのエナジーカードを2枚必要なんですが、セブンチャクラのカードとトーラスというカードが必要なんですが、そのカードをネットショップで買えないようにしてあります。その購入を3月4月のパワーチャージで使いますので、購入したいですとオフィシャルの LINE か、 LINE やってない方はお電話でお問い合わせをください。カードが必要ですから、その皆様にご協力をお願いしたいと思って最後のお知らせです。すごい先のね、参加の方はご安心ください。購入できる時がちゃんとありますから、まずは優先的に3月4月にパワーチャージのイベントに参加する方からにしましょう。ということで今日はお話は以上になります。今日のお話も皆様にとって幸せに生きるヒントですとか、何か力になっていただけたらいいなと思います。そして私のね、スピリチュアルカウンセリングにどんな方がいらっしゃって、どんな力になっているのか、何か参考にしていただけたらいいなと思います。今日スピリチュアルカウンセリングを受けて YouTube に出演していただいた方、 M さんです。 M さん、ありがとうございました。絶対頑張ってね、応援してますから、また何かあったらぜひいらしてください。それでは今日は以上になります。さよなら。